ファイト。はい、どうも。MS スタジオの M です。マリアです。ブレイキです。この間、暇だから映画でも見ようかと思って、ツタヤに行ったんですよ。特にこれ借りようと思って考えずに行ったら、1時間くらい滞在しちゃって、ツタヤで作品を選んでる最中に思ったんですけど、意外と読めないタイトル多いなとか思ったんですよ。それで、あの2人なら読めるかなとか考えたりして、というわけで、第1回映画、タイトルクイズ。ルールは簡単。今から映画のタイトルを出していくから、なんて読むのか答えてください。いやー難しいなこれ。じゃあ何問か出していくんですけど、はい、第1問第2問では砲台をこちらで出します、はいはい、で漢字とかですよね、を何て読むのか答えてくださいっていうか。なるほど。でいきます。では早速第1問こちら。またかよ。ちょっとこれちゃんとなるの？なったわ。はい、M さん。幸せの黄色いハンカチ。正解ですね。幸せの黄色いハンカチです。おー。まあ1問目は簡単ですよね。これ、こんなところにこんなもんありますけど、間違えたら飛んでくるんですか？これとんでもない回答したらもうすぐ分かっちゃうんじゃないですか？それはもうあれですね。そちらで、ここだっていう時に突っ込んでいただけると。というわけで、第2問いきます。こちら。はい、なんでやねん。はい、M さん。声の形。まあ正解ですよね。じゃあここまでで、なんとあれですね、珍しく M が2点先制と。いやーでも、最初の方簡単でしたね。簡単。じゃあ次の問題。まあ第3問、第4問では、映画の現代を出しますんで、その放題をお答えください。日本語に訳せと。まあそういうことですね。映画のタイトルが出るんで、まあ、日本語に直してください。英検何級持ってるんですか？あれ、私最後何級受けましたっけ？ 3 で止まってるんじゃないですか？ちなみに私500級持ってます。いくつやねん。あれ、英検とかって数字が小さい方がいいんじゃないですか？500とは。というわけでいきましょう。はい、じゃあ今度はこちらです。フローゼン。フローゼンだって。フローゼン、フローゼン、うん、あー、なんでしょうね。そりゃ第1問第2問と比べるとだいぶ難しいですか？一気に難しくなります。難易度上がりましたね。あんたって英検500級ですから。公開したのが2013年公開ですね。2013年。結構面白い人多い時だな。アメリカ合衆国の 3D コンピューターアニメーションミュージカルファンタジー映画。 3D アニメーションミュージカル、アニメーションミュージカルが本当大ヒントです。アニメーション、アニメーション、まあ 3D アニメーションですね。でもこれ言っちゃうともう、こうほとんど答えになっちゃうんですけど、ディズニー映画です。はい、アナと雪の女王。正解ですね。ではでは第4問ですね。こちらです。あ、レシデントエエヴェル。なんだこりゃ。レシデントエヴェル。なんじゃこりゃ。公開されたのが2002年ですね。2002年。遡った。ちょっと遡った。古いです。で、アメリカとイギリスの合作映画です。全然わかんねえ。日本の作品が原案となっています。カプコンって会社あるじゃないですか。あそこの出してるゲームが原案ですね。わかんない、全然わかんない。ジャンル言いましょうか。サバイバルアクションホラー映画です。ホラー、ね、アクションホラー。勝負に行きますか？はい、はい、M さん。バイオハザード。正解ですね。大正解です。マジか。はい、というわけでね、ここまでやってきましたが、なんと M さんが4点。やばいじゃないですか。マリオが0点。なかなかあれですよね。大波乱ですね。ないじゃないですか。で、あと問題が、まあ、あと3問用意してあるにあるんですけど。ああ。じゃ次からは、映画のタイトルで、一番なんか読みづらいなと思うのが、コナンシリーズの映画って、あれ読めます？ああ、あれはもう、全然わかんない。全然、見ないし。文字見てただけじゃ、まずわかんない。うん、
まあ、これはもう本当にコナンを知ってないと正解できないじゃないかな。これあれじゃないですか、 100% コナン好きに叩かれるやつじゃないですか。大丈夫なんですか、こんなのやって。じゃあ次はこちらですね。はいはい。あ、なんじゃこりゃ。これはもうあれですよ、でもすごい簡単だと思いますよ。出た。おマニオさん、メタンテコだ、カラクレナイのラブソング。ああ、そう言っちゃいますか。ちょっと違いますね、でも惜しいです。まああのカラクレナイはってますね。カラクレナイはい。 M さん、これは捨てていきましょう。カラクレナイのマイアヒ。じゃあヒントいきます。公開されたのが2017年です。まあ、結構先のし、公開された年行ったところで読み方が分かるわけでもないんで、カラクレナイのラブまであってますね。じゃあ最後の文字、頭文字だけ言いますか。名探偵コナン、カラクレナイのラブレですね。ラブレ、ここまで来れば。はい、 M さん、レと言ったらもうあれしかないでしょう。カラクレナイのラブレター。正解ですね。これあれですよね、あの手紙ってしないところがなんかかっこいいっていうか、まあこうあの粉らしいって感じですよね。これはあれですかね、 M さんの圧勝パターンです。じゃあコナンシリーズから第2問いきましょうか。こちら、おもうそのまんまにしか読めない。まずい。まあ読めないよね、楽しいですどうしましょう。あ、これはもう望みが薄いですな。でまあ、ちなみに公開されたのが2013年なんで、まあ、さっきのカラクレナイのラブレターと比べると、まあ、4年ほど早く公開されているようになります。全然わかんないんだ、これは。ボケようとしても何も出てこないの。これどうしたらいいの、 M さん。ボケ、こんなのボケストレートに読むしかない。ボケようとしても何も出てこないの。実力不足を今ものすごく実感してるの。じゃあのヒントいきますね。名探偵コナン、絶海の、あ、絶海はそのまんま読んでいただいて。絶海はそのまんま。で、こっちが探偵ではないです。ちょっと難しすぎるんで、探偵で読む文字数を行きましょうか。カタカナで言うと8文字なんですけど。8文字。8文字。8文字です。で、2文字じゃん。6文字、あの、なんていうの、真ん中に点入って、2文字みたいな。く文字点2文字。一気にハードル上がりましたね。一応僕もあの、コナン映画、あの、多分ほとんど全部見てるんですけど、これを久々に見たら、ちょっと読めなかったですね。6文字が本当に全然出てこなくなる。じゃあ6文字の方の頭文字、2文字の方の頭文字を出してみましょうか。絶海のく、なんちゃらなんちゃら、点、あですね。2文字は多分固まった。私も、じゃあ2文字の方、あの、答えたらとりあえず1点あげます。あ、それは正解です。あとは6文字の方ですな。ちょっと、勝負いってみますか。プレジデント。違いますね。で、ちなみにプレジデントと答えてもらったんですけど、頭文字のと最後のとは合ってます。だからもっと分かんなくなった。一文字空いた、一文字空いた。ファインプレー、ファインプレー。ここまで来たらもうどっちか正解させないと。まあヒンコロで言ったら自分の時間というか、自分の使う自由な時間というか、プライベートアイ。正解ですね。これはちょっと難しいっすよね、本当に。これは難しすぎる。あれでプライベート愛、2文字じゃん。どっから出てきたんだろう。2文字じゃん。まあもうね、コナンの映画のタイトルで、ね、文字数とか関係ないんです。で、今の問題で言うと、M さんが今、あれですかね、正解して6点で、マニアさんが愛で1点取った。で、そうすると最終問題やる必要はないんですよね、実は。てか、途中からもやる必要ないんですよ。というわけなんで、まあ、チャンネルの恒例でもないんですけど、まあ、最終問題は、僕が、あの、ツタヤに滞在した時間、68分なんで、68分にしようかな。半端。じゃあ、行きます。さっきのと比べると、まあまあ、楽ですよ。はい、こちら。今までの行くと、前半はそのまんまだろうな。まあ、そうですね、そのまんまっすね。Mさん、関係何球また待つ？関係の方が覚えてないんだが。私50球なんで。すみません。え？ 500 球？50球。500じゃない。それ意見。だってどうしてそのまま読めない。嘘でしょ。
これは問題が起こりましたね。後ろのはこの拳をどうする、拳に関するヒントを1個だけでも、プライベートアイコンな拳は。でも、まあ、ぶっちゃけ僕は普通に読みましたね。ゲームとか漫画とかアニメとか技名でなんかありそうな感じがします、ね、そういうの見ないからな。じゃあもうさっきからヒントで映画の公開ニュース出してるんで、これが2019年の映画ですね。あれ結構そうですね、最新聞いたことあるはずなんだよな、そこまで来たら。なんか見たことなんかその感じ見たことはある気がする。はい、とりあえずもう一回捨てます。根性のパンチ。まあパンチではないですねこれの文字数いきます。4文字で、2文字目が小さい字使いますね。ちっちゃいつではないですよ。ちっちゃいつではない。まだ小さい文字って言ったらなんかすぐ真っ先に来そうな気がしますけど、つではないです。私思い出しましたよ。名探偵コナン、根性のフィスト。まあ正解ですね。おめでとうございます。しっ、来た。というわけでそれぞれ何点ですかね。何回正解しました？ポイントは1点なんですよ。でも嫌われポイントは3ポイントあります。なるほど、はい、じゃあマイナス2点ですね。おっと、比較でまさかのマイナスポイントが。で、N さんが74点になりますね。うわー、とりあえずあれですね、私このファンに謝らなきゃいけないので、リーダー M さん容赦なく3発お願いします。あ、3発ってあれだったんですね。髪を切る3発3発坊主にしなきゃダメ。丸めなきゃダメ。やだやだ、なんでそこまでしなきゃいけないのあ、でもあれかもしれない、トランファンからしたらそこまでの問題かもしれない。怒らせたのかもしれませんね。じゃあというわけで映画タイトルクイズやってきたんですけど、こんなの読めるわけないだろう。まあ特にあれですね、プライベートはちょっとねさすがにって感じ。2文字じゃねえか。それ言ったらもう毎回だったら名プライベートアイコンにしよう。確かにあそこは許せなかったですね。まあぶっちゃけあれなんですよね、あれ以外だったらもうちょっとすんなり答えてもらえると思ったんですけど、なかなか難しかったみたいです。意外にラブレターなんかも引っかかるね。そうだね。というわけで映画タイトルクイズをやってみましたが、こんなん読めるわけねえだろうって思った方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter はこちら概要欄から。では次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。